Ladies and gentlemen, let me introduce to you that future. That future. That future. That future. カーディストリーの、その、まあ、カーディストリーとマジックのイベント6月1日にねやることになって、こういう場所を借りて、まあ、なんかいっぱい人集めてちょっとやっていきたいと思います。おおマジでマジでビビったよやばい、まあ、ゾンビやゾンビがいるじゃーん、こんな感じでね、一応ここで多分40人、まあ、50人入るか入らないかみたいな感じです。こんな感じね、良くない？なんか今回のこのご厚意でね、この卓球台をねちょっと貸してくれたので、なんかここでね、なんか卓球見やすいかどうかわかんないけれども、とりあえずね、これなんかみんなでできると思います。ここが物販になります。こっちね、ここに野島さんと、あともろもろね、なんかいろんな物販がありますんで、まあ、いろんな買い物とかがねここでできる感じにはなります。こんな感じにこのバーも一応なんか使えるっぽいです。まあ、だからなんかバーマジックっぽいこともね、まあできるかどうかわかんないけど、結構距離あるからね、あれなんだけれども、一応なんかね、できなくはないです。こんな感じで、超、超おしゃれ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。アルスさんがね、なんか今回ね、いろいろ持ってきてくださってるっぽいんだけれども、果たして何があるんですか？え、持ってきたもの？はい。あ、もうこういった時だけのね、限定の色わかんないと思うけど、紫今これすごく色がわかんない、黒にしか見えないけど、見えないよね。ワウコントロールの解説で1時間超えたから、ワウコントロールの解説すげえバリエーションなんか6、7個ぐらい紹介してきて、すげえ。それぞれ動きが、考え方が違うから、ワウコントロールってこんなにそんな幅あったんだこんなにあるすげえ。これあれ野島さんのサイトから買えるんですよね。あ、そうそう、うちのサイトで買えるんですけど、はい、今日は、このチケットの販売、チケットの販売もみんなバンバン買ってくれるな、本当な。これ動画概要欄これ貼っておきますので、はい、見てください。卓球台の場所をねどうするか考え中。すごいすごいすごい。このルール。おーい。弱い。あそこに何か見たことある人がいるよ。はい。Hello, hello, good to see you. 今回マイターンが持ってきた袋の中のこれがすげえ本物だ。アルスさん、すごいものがここにありますよ。何？ジェリーズナゲットの本物があって、コンテンの赤があって、スモーカーのミラーの V1 がある。マジか。やば。アルスさんがなんか少年のように。いや、だってフィルムも超綺麗よこれ。やば、すごいよこれ。状態超いいね。やば。なんかカーディストリー系のイベントって、まあ、ちょこちょこ日本でも個人の人がやってたりするんですけれども、まあ、このカーディストとそのマジックのこのコラボっていうか、この2つがなんか同じになったイベントってあんまないと思うんですよ。まあ、実際なんか話してもそのマジック畑の人たちってちょっとなんかカーディストが疎遠だったり、またカーディストの人たちももともとなんかマジックから来ているものなんだけど、カーディストの人たちもあんまりなんかマジックなんかちょっと距離感を個人的に感じるんだよ。だからなんかそれがなんかいい感じにね、取っ払えるようななんかね、楽しいイベントになればなとは思っています。さあ、そろそろねちょっと始まるので、ちょっと今あと残り3分ぐらい、ちょっとねどれぐらい人がいるかちょっとね見てくる。入りたいですか？入りたいです。じゃあ入っちゃいますか。じゃあ勝手に開ける。いらっしゃいませ。ついにオープンだよ。
ありがとうございます。やったー。いただいちゃった。ちょっと着替え。どう？良くない？相当昔のやつですよ。そうだね。相当熱いやつやね。V1 ですよ。V1 とか見たことないですよ。スモーカーのミラーの V1 と V3 とか全然知らなかったけど、こっちが V1 で、こっちがね、V3 らしい。So these are V1 smoke and mirror. You can tell from the bottom. It has nothing to smoke and mirror. And then these are V3 or luxury edition or special edition. Not luxury edition, special edition, which was V3. And it says right here.知らなかった。もう俺もこういうのが欲しい。でも多分買っても多分使いこなせない気がする。僕もこれ初めて使うんです。これどこのやつですか？そうです。これオズモのやつ？そうですよ。今日は初めて使うんで。さっきまでちょっとビビってたんですけど。本田さん、それもしかしてシックじゃないですか？もしかしてシックですね。シックですね。持ってる人いたんだね、ここ。いる。でも雰囲気やからね、こんなもん。なんか美味しいものを食べたい。おお、わお。あれ、あれ。ハラパンさんじゃん。ロングタイムのし。ハンソンチェーン。いらっしゃい。いらっしゃい。Yeah, I'm coming. 知ってる？なんかジェリーズナゲット出るの知ってる？どう？ I feel great. To get the license. I didn't. そうあれ、どんだけ、I asked him, actually. どんだけジェリーズナゲットに連絡しても、ハンソンね、連絡なかったからね。やばい、ダン&デイブ、どっちがどっちか区別つかなくなってきているのに、もはや今、両方が同じ T シャツ着ているから、もう、どっちがダンでどっちがデイブかマジで分からなくなってきた。これはやばい。やばい人がいる。怖い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 。本当さん、はい、御社のインポッシブル、いつシックス出るんですか？まあ7月か8月か9月、あるいは10月。その言い方好きですね。11月、実際は7月か。いや、7月にしたいなと。あ、はい、うん、思ってますよ。匠先生も出ますから。匠先生出るの？え、何ですか？インポッシブル出るの？え、何ですかみたいな。インポッシブルの情報、これツイッター、これツイッター、これ情報載せておきますので、これ見てってください。楽しんでるね。いや、なんかいろいろわちゃわちゃしてくれた方が個人的には嬉しいよ。なんか今フラフラしてたら、ここにキッドさんが、はい、いらっしゃって、カクテルデックですよね。はい、そうです。いや、これ僕現物見てないから初めて見る。あ、本当ですか？これなんかいただけるらしいんだけれども。そうなんです。いや、もうお世話になりまして。いや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 、いいんすか、いただいちゃって。いや、もちろんです。ちょっと受け取っていただいて。ありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。ちなみにカラーバリエーションの予定は？あ、今のところいくつか考えてます。ほんまですか？はい。楽しみにしてます。あ、ぜひお願いします。まさかデック紹介していただけるんですか？あ、そうなんです。見せていただいていいですか？あ、わかりました。はい、まあ、カクテルデック、カクテルのデザインしてます。で、実はこれ、まあ、ちょっとチェックポイントがあって、ファンするとサークルになるんですよ。ダイヤのエースにちょっとこだわってしまいました。で、まあ、ここダイヤが大きくなってるんで、まあ、ちょっと普段よりは違う使い方にはなるんですけど、ファンした時とか、まあ、スプレッドした時はこういう風に、まあ、線がつくんで、まあ、ちょっとカーディストリーにも使えるし、マジックにも使えるかなと。なるほど。はい、おすすめのデックです。すげえ。これどこで買えるんですか？これ、あ、これはまあ僕に言っていただいて、言っていただいたら、まあ、いつでも手配しますので。これ動画説明欄リンク載せておきます。あ、お願いします。ありがとうございます。レナートグリーンが、レナートグリーンが。大丈夫です、大丈夫です。野田さん泣いてるの？眠いの？眠いの？いや、みんなすごいね。なんか僕にはね、全然できないんだけれども、いや、みんなすげえ見せ合ってて、この感じ、この感じ超いいね。
敗してるところ初めて見たよ。I know what you said. イエーイ。どうや。やばい、本物。本物だよ。現在ハイボールが美味しい美味しい泉圭介なんだけれども、ここにねタコデックがあるんですよ。名号なわけですよ。これをどうするか俺は悩んでる。そして俺は右手に財布がある。残念ながら金がある。メリサさんください。普通に勝ちたい。ここで俺は終わらないわけだ。いや、こういうのはねあえてね攻めるね。サインください。自分って俺さ突然すごい勢いで金がなくなった気がするんだけど。ああ、これは You are amazing って書いてるよ。あざーす、あざーす。待って、なんかデイブが何かなんかちょこちょこって書いてんだけど、何これ、アクチュアルサイズ。あざーす。 That's what size it is. ラパンさんからサインをもらうよ。次はハンソンからもらうよ。 So many people already signed. 戻すのめっちゃ。イエーイ、あざーす。ちっちゃい、みんな超ちっちゃいんだけど。あざーす。たくみくんももらっていい？はい。俺多分ね、たくみくんのサインもらったことないよ。本当ですか？書いたことありますよ、僕。嘘。あったっけ、うん、やばい、俺の罪が。アルさん、はい、アルさん、サインが欲しいです。これにすんの、いや、これにしてください。僕もすでに、ほんまに、いや、ちっちゃっ。何や、誰かのおまけみたいな。あざーす。いやー、今回ね本当にいろいろありました。いやー、ご参加いただいて皆さんありがとうございます。いや、今回どうだったよ。いやー、なんかこれまでなかったんじゃないかなって、こういうイベントよね。なんかそのね、泉さんよく言いますけど、わちゃつくと言いますか、わちゃつく感じのね、なかなか結果論とはいえ楽しかったんじゃないかなとは思いますよ。皆様ね、今回ね本当にねご参加いただきどうしたそれ。皆様ありがとうございました。おいしいな。振り絞って絞り出してきた。いや、今回ね本当に、ね、皆様ご参加いただきありがとうございました。ということで、ね、今回の、ね、ビデオブログはこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら高評価、あとコメントのチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、もろもろね、皆さんねこう動画の概要欄に、説明欄にリンク載せておきますので、よろしくお願いいたします。本日最後までご視聴いただきありがとうございました。イエーイ。なんかね、デイブがねサングラスをね忘れてったんですよ。 Finally, it's you and me. Here shaking like a tambourine.